赤十字国際委員会の本部。スイスジュネーブは世界で最も多くの国際機関の本部がある都市である。国際機関とは複数の国にまたがって存在し国際的に活動を行う組織である。国際組織、国際機構とも訳される。次の二つの種類に分類される。世界で最も古い政府間組織は国際電気通信連合であり国際連盟や 国際連合などの後の組織のモデルとなった。それ以前には、1815年のウィーン会議により、発足したライン側高校中央委員会などの地域的な政府間組織もいくつか存在した。国際機関の役割は、国際的なアジェンダを設定し、政治交渉を仲介し、政治的イニシアチブの場を提供し、連合形成の触媒として行動することである。国際機関は、 また、際立った問題を定義し、どの問題をまとめて、グループ化するかを決定することで、政府の優先順位の決定や、その他の政府の取り決めに役立つ。国際機関の補助組織や、国際連合大学などの独立した組織は、単体では、国際機関とは言わず、その組織を設立した、国際機関の一部とみなされる。これらの機関の中には、 国際連合の通常予算から資金を得ずに任意の拠出金によって採算を維持している組織も多い。ありがとうございます。